はい、今回は現行型 G クラス W463A、 こちらに非常におすすめな IID ラゲッジフラットスペース、こちらの取り付け方の紹介をしたいと思います。商品詳細については別の動画にしていますので、そちらをご確認ください。早速ちょっと車を見てみたいと思います。まあ、皆さんご存知の通り G クラス、国産車なんかと違って、まあ、蓋のついた収納などがないんで、まあ、基本的に全部物が直置きになってしまいます。そして、後ろの座席から全部見えるような感じになってしまいますので、まあ、その辺を改善できるパーツになります。それじゃあ早速商品を見てみたいと思います。はい、こちらが商品になります。ちょっと開けてみたいと思います。でまず、このまま積み込むこともできなくはないんですけれども、傷防止のためにできれば分解してもらった方がいいと思います。で分解するには、この天板と下の収納スペース、分解します。このプラスのネジですねがそれぞれありますんで全部外します。はい、こんな感じで天板と下の収納部分を分割します。ちょっとこれは別の場所に避難しておきます。でこちらを先に車に積み込みます。はい、で次にこちらに先ほどの下側の収納部分ですねを入れていきます。で傷防止のためにあらかじめ養生をされた方がいいと思います。で非常に重たいんで作業は最低2人以上で行うことをお勧めします。はい、でリアシートはあらかじめ前に倒しておきます。続いてこちらスピーカー部分にも養生します。手用意ができたらこの収納部分を入れていきます。よいしょ、 OK です。でぴったりの寸法で設計されてますんでこのまま動かないようになります。はい、あとは天板を乗せて先ほどのビスを戻していく形になります。はい、続いてこの天板を乗せていきます。はい、で両サイドの天板も乗せていきます。よいしょ。であとはビスを戻していけば完成です。で全て軽くビスを入れてから締めていきます。最後にこのビスを隠す蓋を取り付けていきます。ビス蓋ともに予備が少しだけ入っています。この蓋両面なんで剥がしてもらって貼り付けます。はい、というわけで完成しました。はい、慣れてれば多分10分ぐらいでも取り付けができるんじゃないかなと思います。ちょっと順番に仕様を見ていきたいと思います。かなり収納するスペースの分高くなってますんで、上側がかなり有効に使えます。そしてこことの段差が少なくなるんで、まあ、ゴルフバッグだったりも、スムーズに入れることができます。そして下側は収納になってます。こちらを押していただくと、引き出しが出てきます。中にはきちんとフェルトが貼られています。そして隣は扉がついてこちらも収納になってます。傘などを、しまうことができます。そしてそれぞれ収納、上からもアクセスができるようになっています。実はこちらの商品大手家具メーカーにも納入実績のある工場で作られてますんで、まあ、非常にしっかりした作りなのが特徴です。であとですねこちらのウーファーですね、一見ちょっと塞がってるように見えるんですけれども、この収納スペースここまでなんでこの内部にちゃんとスペースが確保されています。でこちらのラゲッジフラットスペース、あえてこの部分ですねとフラットにしないことによって、もう荷物が振られてもこのガラスに当たったりすることなく、なおかつ積み込みもしやすい絶妙な高さに設定されています。はい、というわけで今回は IID のラゲッジフラットスペース、こちらをご紹介させていただきました。こちらの商品はボンドオンラインショッピングからご購入可能なんですけれども、一般家庭にはお届けできませんのでご注意ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。